はい、キャラが出るたびにやってます。僕らデコボコパートナー、さっきの動画はすごい雑談になってしまいまして申し訳ありませんでした。僕らデコボコパートナーってことなんですけど、これどう考えたって僕の中ではダックハントのパクリやと俺は思ってるんですよね、このキャラって。だからそっち側を見てみ、もう一回サブタイトル見てみたら、デコボコパートナーじゃなくてブラザーズやったね、あっちの方は。そういうことでやっていきたいんですけど、結構ね、これに興奮してる人たちを見るんです。ああ、ここなんや。これぐるぐる回るって言ってました。あ、やっぱりダックハントやが1匹目似てるもん。なんかパクったのバレるぜ。そんなこと言って、何これ、どうやって戻すんやこれ。あ、ちょっと待った。あのね、あ、いい感じ。あのね、桜井さんの使い方動画っていうのを見たっていう話をしてて、その桜井さんの使い方動画がめちゃくちゃ面白いから、そっちを見てから皆さんこれやった方がいいよっていうのもあるんですけど、さっきの動画でも話したりダブるんですけど、今回のこのキャラっていうのはマイクロソフトから出てるっていうことが、結構ないつものスペシャル感をよりスペシャルな感じになってしまってますから、その辺をちょっと意識してやると、話を、桜井さんの思いとかを語りながら、語ってもらいながらやると面白いですよね。サンズもこっそり入ってますんで、今回。ちなみにさ、これデコボコパートナーっていうイベントが開催されたっていうサムネイル見たけど、これのこと言ってんの？勝ち上がり乱闘のこと言ってんのかな？ちょ、全然使い方わからない。これが結構無敵やけど、5回しか使えませんよって言ってたんやけど、どんなに長い乱闘でも5回しか使えるのかな？これが、あ、そっか、押しっぱなしでやるといいっていうやつみたいですね。全然使い方わからんね。これが後ろに出す、ね、しかも軌道がむちゃくちゃっていうことですね。なかなか声いいね、ヒューイー。これじゃねえし、これどうやってやめる？これどうやってやめる？これやめたい。あ、 X か、 X じゃないわ、 Z か。何俺こんなとこでドキドキしちゃってるの。さっきのね、動画を見てるんですよ僕、桜井さんの。だから今回は初見とはいえ、上になんか当たり判定あるなっていうのは動画で俺ちょっと知ってたっていう、すいません。この後ね、スピリッツ取っていく方がどう考えたって難しいんですよ。スピリッツのやつは一発で取っていくと大体の評価が悪い評価がつきます。すいません。これだからマリオとかのすっごいファイヤーとかを横 B で投げるといいですよね。あ、 無敵になれるといいですよね。横 B が無敵らしいんで。あと上 B の後にジャンプができるのはかなり難しい。あ、危ない。あ、ごめんなさい。上 B 今やった後ジャンプできるって話をしたじゃないですか。それちょっと今やってみたけど届かなかったけど、上 B の後ジャンプできるのはかなり珍しいと桜井さんも言っておりましたね。最初からあのステージだったけど、あのステージが結構レアなステージで、ぐるぐる横に回るっていう、これもスマブラ初らしいですよね。だからオールスターでありながら初の要素もいっぱいあるんですよ、ステージとか含めると。で、俺がなんでこんな下手なんやろ、これ。こんなことできるやん。でもまあもちろんこれ戻し方がいまいちわからない。ちなみにこれさ、どういうゲームなん？あの鳥とこの人の関係は何なの？今ならこれは結構な虐待問題につながるようなことをしてますけど、横スマとか大丈夫なんでしょうかね、マイクロソフト。さっきの話にかぶるけど、マイクロソフトのゲームなんで、今は任天堂とのライバル関係にあるのに快く許可してくれましたというエピソードを話してたんですけれども、そこで XBOX でこの原作を今できるからやってみましょうねっていう宣伝を桜井さんがやってて、なんかほっこりするっていうね。そういうのは本当のほっこりってそういうことなんだろうなって思いました。これはどんなドラマとか映画とかよりも、それがすんごいほっこりしました。僕はこれをやめるのすんごい辛い。なんで俺連射しちゃう癖があるやろ。今ね、上 B の後に横ジャンプし、あ、ジャンプしたね。ちなみに64で出た後に64でもう一回、あ、じゃあゲームボーイアドバンス出たけど、なんか2も出たみたいですよね、64で。で、その続編は外国でしか出てないって。最初は誰のじゃあライセンスやったの？任天堂なのかな？ソニーなのかな？わかんない。
さすがにソニーの禁断は破らないの、破るんかな、ファイあれで 5個目でマイクロソフトが来たってことはさ、俺ねこれね3個目のこのキャラがその勇者と同時に発表された時にかなりついで感がすごいなと俺は思ってたんですけど、かなりすごいことなんですよね業界では。それを知らなかった僕はゲームファンとして恥ずかしいですけどもね。強いな。でそれで今回テリーが一緒に発表されたじゃないですか。ってことは次のテリーの時に5個目が出るんけど、その時にもマジでソニーなんじゃない。クラッシュバンディクーなんじゃない。違う違う、クラッシュバンディクーじゃない、何やったっけ、ソニーの ポチじゃねえ、タマ、僕と一緒のやつじゃない、 5個キャラ前、僕と一緒やったっけ、どこでも一緒や、ポケットステーション。ちなみにこのねストーリー性は多分ないんやろね今回の、これは多分これは普通に2人コンビみたいな人と戦うってことなんですよね。ちなみにこの2人のコンビは別キャラのコンビなんで、桜井さんもこれでやってて、まあ若干そこは滑ってましたけど、本当は皆さんは友達でやってください、若干そこは滑ってましたけど、他のところはめちゃくちゃユーモアのある人なんで面白い動画でしたね。下 B 難しいっすよね、若干。あれなんで埋まってんのこれ、え、長い埋まり強っ、なになになに、なにボタンがそれ、よう戻った、取られた、滑らんねや。なんか多分上手い人が使ったら使いやすいんやろ、あれよりダックハントより全然使いやすいよな。
Final results. Survival Smash.